見つけたぞ。ん？旅人、そしてお前たちは？オイラたちの友達だ。シャンリン、グーパー、それに国政。国政？リーウェ七世のあの。こんにちは。いやいや、俺のような一般人がユーヘンみたいなお偉いさんと会うことなんてないから。健康的な体に筋肉質な手首、そして誠実そうな目、腕のいい料理人っぽい。わざわざ防除旅館に来るとは何か用事でも？ええ、実は。なるほど。一説によると、かまど神は霧州に姿を現したことがあるの。防除旅館はここ一帯で最も歴史ある建物だから、それに関する古書があれば保管してある可能性も高いでしょ。それでこの旅館に書庫があるか教えてほしいの。それとその中にかまど神に関するものがあるかどうかも。ああ、そういえばうちには古書が数多くあるな。俺もその中からレシピを掘り出したことがあるんだ。ただその古書がどこにあるのか思い出さないと。ちょっと探してみるから、ここで待っててくれ。そうだ旅人、お前に相談したいことがあるんだ。え、まさかモラを取るつもりなのか？俺らの仲だ、モラはいらん。ただもし時間があったら満足サラダを作ってほしいんだ。どうして満足サラダを？旅館の上の階にいる人知ってるよな。背は高くないが顔のいいあの人のこと。声が大きい、聞こえたらどうするんだ。おお、すまない。とりあえず誰のことかお前らが分かったならいい。オーナーにあいつの面倒を見ろって頼まれたんだ。だが彼は毎日のように外へ行ったり野宿したりしていて、それが難しくてな。杏仁豆腐以外あまり口にしないし。オーナーから聞いたんだが、お前の作った満足サラダをかなり気に入っていたようだ。どうやって作るのか教えてくれないか。俺も作れるようになりたい。ショーのために作るのか。お前いいやつだな。まあ、あいつはずっとここにいるんだし悪くはしないさ。じゃあ早速探してくる、待っててくれ。ああ、早めに頼むぞ。ありがとう旅人。こちらへどうぞ。ええ、ありがとう。国政が本を読んでる間、オイラたちは満足サラダを作ろう。その間、シャンリンはどうする？私もその料理をすっごく習いたいけど、みんなここを離れちゃうなら私は国政に付き合うよ。じゃあオイラたちは行くか？そのまま作ってくれ、俺はここで見てる。一回見れば大体は覚えられるはずだ。これでよしっと。よし、バッチリ覚えたぞ。感謝する。手順はもう大丈夫だよな？もちろんだ。これでもこの辺りで一番の料理人だぞ。じゃあ国政と山林のところに戻ろう。料理は終わったの？ちょうどこっちも終わったところよ。どうだ、その本に有用な情報はあったか？いい手がかりを手に入れたわ。しかもかまど神に関して意外な記載を見つけることができたの。本には北西200里先に霧州が位置する、そこには多くの集落があり、人々は狩猟や農耕、織物などをして暮らしていた。かまど神が降臨した時、かの者は一から幾千万もの体に分かれ、無数の童子の姿となった。星が大地へ降るように、その者たちは人々の住まう地に散ると、火を起こし、食の手助けをした。民はこうして火を手に入れ、温かいものを作り、米や汁を食し、
獣の肉を焼くようになった。これはリーウェ神話周囲の内容と全く一致せず矛盾する点が多いわ。一から幾千万もの体に分かれってどういう意味だ？かまど神は何人もいるのか？文字通りだとそういうことになるわね。人々の住まう地に散ると火を起こし食の手助けをした。かまど神は料理を手伝ってくれるってこと？民を大切にする神のようだ。今二つの手がかりが矛盾してるけど、どっちを信じるべきなんだ？調査を進めてから結論を出すことにしましょう。貴重な本を読ませてくれてありがとう、元将。いやいや、とんでもない。逆に旅人にいろいろと助けてもらったし、いつもお前らには世話になってるな。今日はちょうど手が空いてるからみんなに美味しいものをご馳走したい。どうだ、用事は食事が済んでからでもいいだろう。ああ、この人料理の腕に相当な自信があるみたいだね。彼みたいな料理人はきっと美味しい料理を作ってくれるんだろうな。ねえ旅人、この人の料理を食べてみたいんだけど、いいよね？断りにくいわね。問題ないわよ、元将。どんな料理か期待しているわ。じゃあ少し待っててくれ。みんなこっちこっち。ここに慣れてるのね。私とグオッパーはこの席がいい。ロロロロロ、待たせたな。料理が全部完成したぞ。匂いを嗅いだだけでわかる。この人私のいいライバルになりそう。おお、いい香り。食事を売りにしてない宿にこれほどの料理人がいるなんて思わなかった。泊まるにしても休憩するにしても美味しい料理を拒む人はいない。ここは名目上は旅館だが、実際には家にいるような感覚で過ごしてもらうため全てを兼ね備えているんだ。それじゃごゆっくり、俺は厨房に戻るよ。元将は今年の料理王決定戦に参加しないの？あ、もしかしてお前も？うん、参加するよ。それに決勝まで残るつもり。あなたの料理とっても美味しいから決勝戦で会えるのを楽しみにしてるよ。面白い。よし、決勝戦でまた会おう。まさか今のって宣戦布告？それよりも好敵手に出会えたという感じがするわね。うん、彼は本当に腕のいい料理人だと思うよ。作ってくれたものも美味しいし、料理から堅実さが伝わってくる。対戦相手として申し分ないね。それに清泉町のブロックさんとの勝負以来まだ誰とも料理対決をしてないからうずうずしてたんだ。そんな大げさだよ。あれ、クオッパー、何やってるの？あ、その子が食べてるのって国生の好物を盗み食いしないの？そんな、私のエビのポテト包み上げ。グオパ、おいたはダメだぞ。しかも一つも残さず食べちゃった。もう、外にいるときはいい子にしてって言ったでしょ。ごめんね国生、後で弁償するから。大丈夫だって、もう一人前頼めばいいだろ。今日は元将のおごりだし。それは違うの。その時食べたいものが食べられなかったら別のものを用意しても、その残念な気持ちを補うことはできないでしょ。美味しい料理は感情、食材、雰囲気が一つになってこそでしょ。どれか一つが欠けたらダメなの。確かにそう言われてみればかなり的を射た考えかも。国生、今すぐ弁償してあげるから何が食べたい？食べたい食材とかある？
好きなものを教えてくれたら手に入れてくるよ。過度な期待をしたら悪いし、彼女を困らせるのも私の本意ではないわ。ここはこの子の気持ちを汲んであげて。それなら作ってもらいたい料理があるの。祖父の手記に書かれてた古いレシピなんだけど。問題ないよ、私に見せて。リーユエコーに戻ったら渡すわ。旅人、もうお腹いっぱいになったかしら。それならリーユエコーに戻りましょう。手記を取ってくるから。